ですかね。大丈夫。大丈夫。ちょっとやっぱお腹硬いですね。あ、本当ですか。うん、結構張りが強いですね。あ、やっぱりまだそうなんだ。振りかけちゃった方が早いっていうような判断かもしれないですね。うん、もう特にそれで女性って入っちゃうと、うん、もうほとんどの人がそういう目で見るっていうか、キモいですね、本当に。そうなんですよ。だから全然こっちじゃそういう意図がなくても、うん、全然別物ですよね。うん、人ってやっぱ嫌ですよね。嫌ですね。やっぱりファンで、なんか、みことさんが出てるイコール、エロい気持ちになってしまうとか言ってる人って、うん、気持ち悪いと思うんで。なんかそれ以外のこともたくさんやってるのに、まあ、そうですよね。そうです。なんか残念だなって。確かに残念ですよね。その多面性というか、うん、ね、やっぱりそういう一ジャンルにとらわれないでほしいですよね。そういろいろこっちはそう考えて挑戦してるのに、全然だって意図が違うじゃないですか、やってる方も。そうですよね、うん、なのに全部同じに見えるってなんか思いますよね。だって手間は変わんないんだから。うん、昔と違ってネットにも上がってたりするし、そうですよね、すぐね、借りれたりするんだから、わざわざこっち来ないでほしいですよね。うん、今回のこのサポーターを履いていただくことによって、うん、まあちょっとこう、まあ何ですかね、露出対策というかのつもりなんですけど、うん、はい、どうなるか分かんないですね。これでもまた年齢制限かけられるかもしれないです。冷えてますね、お気分は。血流悪いところってくすぐったいので、ツイッター再開されましたね。あ、はい。今映画撮ってる。あ、そうですよね。そう、それで使うので。なるほど、なるほど。あ、みことさんが制作されてるんですか。あ、共同制作って感じ。あ、そうなんですね。どんなツイッターの話なんで。あ、そうなんですか。劇用でも使うんで。へえ、面白いですね。
辺がちょっと痛いですかね。あ、ちょっと痛いです。そうですね、腰骨あたり。そうですね。痛いですかね。大丈夫。大丈夫ですか。ちょっとやっぱお腹硬いですね。あ、本当ですか。うん、結構張りが強いですね。あ、やっぱりまだそうなんだ。うんうん、ここも痛そうですね。大丈夫ですか？はい。はい。